え本日2024年、えー、11月24日、えー、先ほどウドウタイムズという番組、今見ていてテレビに向かって言う方法で伝えたんですけども、今これ、我が天下、あ戦国夫婦の、ちょっと待ってくださいね、あのー、伝説の、なんと、あの、まあ、工場シリーズなんですけども、ここでね、えー、このプレイヤーの人たち、以前、あのー、出てきてるんですよ。 で、ええー、もう僕は、僕と同期の人たちだったと思うんですけども、これもコンピューターのデータに変わってます。7年ぐらい前僕はしたの。で、間違いないと思いますよ。で、これ見るとね、県令でね、18体、伝説の武将は。で、ずっと、 兼霊っていうポジションで参加曲数とかも考えたら、これ明らかに不自然なんですよ。動き方とか。<laughs> まあ、政治の数も5何十ポイントということで。だから、あの、コンピューターと多分、まあ今はあの友達申請とかをしてなくて、えっ、ー、と、他のね、感触とかでもだいぶ変なことになってますね。まあ これは565なんですが、例えばね、友人で、えー、っと、この人は大丈夫だったかなこの人、あカタカナとひらがなの違いですね。クレアっていう名前で、あのー、完食ランキングっていうのがあって、そちらを見たら、 王者エリアの人なんですよ。で上、上から数えた方が早い人ですね。もう、すごい上の方の感触ポイント。ただし、こちらのサーバーなんか、感触ポイント少ないんですよ。なんか、一番上の人でも1600いくらぐらいで、えっ、ー、と、何で見たんだったっけこれかなこれですね。こう、ほら。これ、まあ、に、これは、まあ、日本人の、あの人の 日本語の、あのー、主君ランク。まあまあ、日本語で記載されてるからといって、日本人とも限らないっていうことになりますが一1位の人でこれですよ。ちょっと他国も一回見てみますね。まあ、中国の人は、ああ、中国の人はポイントが高いから、まあ、長年続けてるから、まあ、普通にそうなると思うんですけど、韓国の人でもけどポイント高いですよね。他国見えますよね。で、ベトナム。 英語圏。結構ポイント高いですね。タイ。なんかちょっと変なんですよ。なんか違和感感じるでしょ、皆さん。さっきのあのクレアっていう人いたでしょエイ。どちらの方が人間の人で、セカンドアカウントっていう可能性もあるんでしょうけども、こちらの方も完全に、この人の名前を見たことあるんですよ。で もう、負けていなくなってますけども、完全に CPU っていう形でね、名前のところが。で、他の、あの、文字、混じりで。あ、これ人間だろうなので、まあまあ、ごめんなさいね、僕のプレイヤーの名前。ぼ僕はなんか、いいじゃん、こう、ロボットっぽいような、あのー、名前ですけども、違います。人間です。淡いケースか本人です。ちゃんと、あのー、現在チャットでね、えー、ちょっと待ってくださいね。 アイホープ、ユニファイ統一と OK ってまあ聞いてるんですけど、だも誰も返事ないでしょ。返事しないでしょ。全員コンピューターなんですよ。きっと。他にも、あのー、いくつか出てきてたんですけども、多分全員コンピューター。だから、コンピューターが、こう、長年の時間の経過とと,ともに、僕たちに人間がプレイしてるみたいに、こう、無魂を、こう、引いたりだとか、 伝説の武将の、あのー、銀札をと、あのー、入手して、で、えー、この伝説の戦場で、ね、えー、敵役奇襲とか行って、で、工場を略地したりだとか、だからしょ、商店でゲーム内で、あのー、銀札で、ね、この、月間の入場券買ったりだとか、そういうことをしてると。 びっくりするでしょこれ装備品もこれどうしてるのかだからこの、もうからちょっとデータ見ますね。もうこの人の名前はもう覚えてるんですよ。だいぶ前から。25回っていうことはまず普通ないでしょう だから相手が、所属国とかも書いてますけども、MM って。で、今僕はね、こっちの、こ、こちらのサーバーがそうなのかなコンピューターが増えてるのか、僕は所属してる国の、ちょっとね、あの、あ、そっか、えーと、まず、えーと、自分が所属してる、あ、ここあっただ。 SG っていう国なんですけども、まあ、こっちのサーバーの方は、あんまりよくわからないんですけども、学院があるわけじゃないですか。まあ、一応学院でこういうふうに出てきてるのは出てきてるんですけども、どこだったっけえっと、国家から学院久しぶりか、学派。そう、学派っていうのが昔あったんですけど、今も一応あるんですけども、もう誰もあのー、通知全然してなくて、交流とかね、これ僕は記載したんですが、 待ってくださいもう誰も学話なんかしないで会話がこの国家もうちょっと待ってくださいねこれ国家だこの国家どう思います会話が全然出てこないんですよなんか変でしょこれ国家のところなんですよ なんか、こんな前とか見ても、なんか、ロボットっぽいでしょこの辺のことはわからないですけども。ちょっともう危険信号なんか、ちょっと心臓音がちょっと、ドキドキ感出てきてますね。も募集のこちらの方のところは大丈夫なのかな今日もわかんないですね。あのー、このプレイヤー名の人、もともとは多分人間だと思うんですけども、 だからこれ、いや、さっきあの、戦ったんですよ。あの、本庄にせめて、先ほどの C、H、な何とかっていう、こちら、まあまあ人、人間じゃなくて、もう、多分ロボットの人だとは思いますよ。ロボットの人っていうのは変ですけども、統一回数と参加回数を伏せていてっていう、こちらの方の人も、 13体伝説の武将、こちらの人は。まあ、SP 武将とかもいれば特殊武将などもいますと。結構レベル見たら、レベル上がってないでしょ、長年プレイしてる割には。もしプレイしていたとしたので、するのであればっていう意味で今言ってるんですけども。 だかこれがコンピューターだとしたらその同じようにあの無闘ののガチャを引いてっていう形なんだと思いますよ全然誰もしりませんからでここに紛れ込んでると。 まあこの人とあのちゃんと人間かどうかあってに、LINE とかでえ会話交わして現場にあら現れるかどうか、これテレビでもこういうふうなことを確かしてたと思いますね。もうこれぐらい今の世の中、めちゃくちゃですね。あの本当の人口を政府が偽り始めたからこうなってる可能性もあります。 今ね、えー、先ほどのこちらの方のロボットどこに攻め込んでるんですけども、人間が行ったおかしな間違った行為をしている、肌を守るっていう。まあ、何かあの人間の音声とかを拾ってコンピューターを学習したりするので、今さっき僕に電波でブーっていうことを言われ、言われた、僕は言われてるんですけども、ロボットに。 昔の戦自体が嘘なのに、あたながこんなことだまでして、まもない。ホームページは y k スクの歴の YouTube を見て、しっかりと覚えたほうがいい。ちょっと待ってくださいね。これ、先ほどもうめちゃくちゃ強かったんですよ。こちらのロボットのチャイン、チャインなっていうことで CH なのかもしれませんし。 両方とも中国系の、まあ、こちらも中国の方の感じです。日本の方の感じで、この戦っていう、上が口の方の戦っていう感じは、まずなかなかないですね。だから、口で戦の話をし始めたっていうことで、こういうような感じがもともと思われてるんだと思います。これはもう人間が作ったものでしょうけども、その感じ自体は。わかんないですよ。昔のパソコンとかで出来上がった感じかもしれませんし。 こんな話されたらもう僕もこれ今新聞してる時にもう今お腹も変な音出たでしょおおかに取りお腹かに取りつかれたりとか結構ありますちょっと待っていバッテリーが足らなくなってきたのでちょっと一旦繋つなぎますね もともとこの iPad のこの低電力モードっていうのもんなんでしょうね。もともと低電力今なんかちょっとああほら動き変ですね。最初の方はこういうふうな動きだったかもしれないですね。なんかそれをコンピューターが人間に伝えようとしてるような動きにも見えますね。あやっぱり強いですね。てに思えないですね。伝説の部署。 で、今、現在、清掃中ですって、僕のことをバグだと認識してるのか。証拠も押さえてるよ、コンピューター。兵の数も多いし。兼霊ですよ、これ。この兵の数も多い方ですね。人間の人は何人いるかわかりませんけども、この無名っていう名前の人は見たことありますね。だけども、 調べてみると、英語なんですよ。で、この辺りは、まだ完食は中国ぐらいだったら、いいねの数もなんか極端に少ないです。まあ、政治ポイントもこうですし、で、もっと変なのを気づいたの、63ポイント、完食ポイント、内閣で。 1 2 0五なんですよ。県令ですよ。インドネシアの国旗がついてますね。皆さんこれどう思います本当に人間だと思いますわかんないですね。土地少なかったんですけども。 一人一人確認してみますね。ああ、少々ね。ひひまあ、この辺りは人だと思いますね。これ、中にコンピューターが混じっていて、こう、コンピューターに何かこう、あれこれ言われていたみたいな人も出てくるかもしれないですね。まあ、この人も多分人間なんじゃないかなとは思います。なんとなくですよ。ただ、いいねの数、ちょっと待ってください,、ね、い。いや、おかしい。いいねの数が少なすぎる。 少女まで来て、レベル78で、ま、バレたっていう声聞こえてるんですけど、1363って少なすぎる。なんか変。いや、この人も少女だけども、いいねの数。1000。一応ね、ここの、この国家って、 県令の人からでも入れるんですよ。あの、なかなか国家所属って、軍衆とかし、まあ昔はだいたい以上だったんですよ。まあ、その前もっての軍衆。やっぱりここ、どうなんですかね。これ皆さんどう思います衆国で参加回数が65回。こんな少ない数字になります その人も収録でレベル56でいいねの数が978でしょう統一回数も参加回数自体がそもそも根本的に少ないだからあのさっき国家移してましたけども会話がなかったでしょう本当になんか変ですねう電源オフにする前に喋りながら僕反射的にえっっていう言葉を言ってたんですけども僕何も聞こえてないんですよ だけども反射的にそういう言葉が出てるんですね。だから、えくらい言わせれるとか、何かそういうようなこと子供の頃にみんな話したことあるでしょう。もうこれ、髪がかり的な力なのか、コンピューターの電波による力なのか、もうどちらかというとっていうところですよね。昔はこういう危機器がなかったわけですから。何も聞こえてないのに、えっていう、何か多分聞いてるんだと思いますよ。 この声か何かで誰かが何かを伝えてるんだと思うんですけども、だけども、僕にはその声、聞こえてるように、こう返事してるように、多分その人は認識したでしょうね。僕の声、あのー、私の声に反応したとか、僕の声に反応しただとか、最初は僕って言ったから、多分男性だと思いますよ。だと思います。僕の考え方のおかみがかり的な力の方向性で言くと。 今も電波で言わんといてっていう声とか聞こえてきたんですけども、その声の主は、あのー、掘っておいてコンピューターが使ってる人間の声ですから、それは置いといたとして、あのね、ワールドビジネスサテライトっていう経済番組、テレビ東京さんで行ってる番組で、その、これロボットがこんなに自由気ままにしてるっていうことは、ゲーム内でお金使ってるんじゃないかと。人間の通貨を。 だから、このゲームで言うと、コイン買ったり、原稿買ったりだとか。で、それが人間社会に影響を出していると。多分、こういうことだと思いますよ。うっていう声が聞こえてきましたね。電波で。その城、城の数を増やして、あのー、統一というか、その、クリアすればいいと。単独統一というような、あの、考え方。 だからそういうような、あの、仕組み、かコンピューターがまるで人間に教えようとしてるような形になってるんですよ。向こうから攻めてくること、まずないんですよ。僕の方へ。ずっと動かない。だけど、根本的にデータが、あの、伝説の武将とか揃っていて、まあ、突破レベルがいくつだったか、 あの戦闘シーンどうでしたっけちょっと待ってください、ね。もう一回ちょっと戦闘シーン再生しますね。これどうだったっけ戦闘シーンが、昔もこれこういうようなシーンだったんですよね。戦,戦闘一方映像再生。ちょっと見てみますね。突破レベル1と、 ここは突破レベル0。じゃあ復感があった。ああ、呂布。呂は突破レベル3。調料突破レベル1。観念は0。脅威レベル1。突破レベル。 突破レベル3は脅威ですね。しかも伝説の武将ばっかりでしょ。あの、連携もつくし。で、これ、たぶん、特にこの、呂布、なかなか減らせてませんでしたから、また後列の方が何度かなってますから、副官が紫なのか、青なのか、緑なのか、装備がどれぐらいのものを副官につけているのかだとか。 まあそういうようなところで、まだなんとかなりそうな数字ですけども、この孔明もね、兵士なかなか減らせてなかったでしょう。っていうことは、伏願代々で装備品もいいものをつけてる可能性ありますね。先ほどからの CHON っていう人、こちらのもう一人の人なんですけどこれね、今、どこの城線見めてるかって言ったら、普通の。 町なんですよ。町みたいなところ。で、兵の数がやたらと多いんですよ。他の場所でも5万とか配置されていて。で、僕の方のここも、いつなんかもう6万2500になっていて、変に急に数大きくなってるんですよ、ここも。まだ、まあ、2時間、2時間か3時間ぐらいしか経過してないんですよ。ありえない、ありえない、ここまで進軍してくるのに、 もともと僕の出発チェのショってこの辺りだったんですよ。この曲は。この辺りですね。ここですね。ちょっと、これが邪魔なのかな。で、と、拡大して、だからここから来るのにだいぶ時間かかってますから、まあ、まあ、このゲームしてる人だったらわかると思いますけど、この辺りとかに、あの、コンピューターの伝説の部署の、 あの部署が配置されていていこの、県令は何かしら知らないですけど、3つ3箇所にコンピューターのあの孫権だとか、左のこの辺に女のところに構造さんがいましたね。だら笑わすためなのか何なのかって、構、ま、造、あ、さんってもともと中国の、まあまあ、三国志演技の方で、まあこの辺りじゃないですか。 っていうんですかね血の気が引くというかこうみんなちょっと一瞬シーンとなるでしょう、まあ、これは伝説のマップですけども通常マップでこうあのー、市場とか農場だとかまあたまに住宅とか作ったりすると思うんですけどもあれ一つ一つの城たくさんあるから皆さんなかなか気づかないかもしれませんけどもしょっちゅうデータ変わってます、ね、自然とあのー、指定しな 指定していない、えー、ものに変わっていたりだとか、レベルが上がっていたりだとか。そういうのは僕はいくつか確認しています。なかなか気づかないと思いますよ。ほんの微妙なところですから。死のレベルなんて。あれ、急止まりにしていたのにあの、左上の方にあるじゃないですか。 建築の、そのレベルアップの回数8、8回だとか、3回だとか、5回だとか、えー、ちゃんは4回かな ?5、5回かなえー、っと、まあまあそういう風なのがあったと思うんですけども、あれで最初に作った時はレベル1で8回、えー、建築するから、建設するからで、まあレベル9になるっていうことで。で、それがあれおかしいな、レベル9止まりだったはずなのに、レベル14になってるだとか、 で普通に考えたらわかると思うんですけども、目で見たものを人間は信じてしまうから、他のプレイヤーは死んだ後、あの死んだというかやられてマップから消えた後、建物が作られ、作られ続けられてたでしょ。ずっと。そういう現象を皆さん見てたでしょ。ああ、こういうゲームなんだって思ってしまってるかもしれませんけども、もうすでにその時点でバグです。まあ、コンピューターは気を利かせてるんだと思いますよ。 あのみまあみんながねその計略でこうそんなにあの何でしたっけこれえー、っとえー、っと五穀豊穣五穀豊穣なんかあんまりないだとかまあ食料の方ですけどもこれ金銭って昔書かれていたと思うんですけど常にこうお宝ザクザクに変わってますねこれ ザク,ザクザクってガンダムのザクからですよもともと始まったのザクギリっていうのは一応主人公が連邦でガンダムでザクをビームサーフェで切ってたからザクギリって言い始めたんですよ